桜姫の石彦井の水神社は愛知県北郡美浜町にある神社。宗教法人ではない。この神社の清水、恋の水は万病に効くと言われているが、平安時代の桜姫の伝説から縁結びにご利益があるという。この水を汲んで紙コップに願いを書くと願いが叶えられるとされている。創建時期は不明。 正明彦命がここの水を飲んで病気が回遊したと言う。陰行天皇が大和国大神神社から東方に延命の神髄があるというお告げを聞き、藤原中京にその神髄を探し出すように命じる。藤原中京は投下し、終わりの厚田神宮に向かい、ここでお告げを聞き、北半島のこの地に泉を見つけ出す。しかし、藤原中京が村人に、 土地の名前を聞いたところ、誰もが口を揃えて、知らないと答えたため、藤原中京はその土地を、知らぬ沢と名付け、終わりなる、野間の知らぬ沢踏み分けて君が恋しき水を汲むかなという和歌を読んだという。このことから、この泉を、恋の水と呼ぶようになったという。別の言い伝えでは、732年、聖武天皇が、光明皇后の病を治すために、 原望僧場を使者としてこの水を持ち帰らせたところ、病気が回入されたという。恋の水は万病、健康長寿にご利益があるが、平安時代の桜姫の話から、恋の病に効能があるとされている。小さな神社であるが、若い男女の参拝が目立つ。藤原重則の三男で子号の父、歌人、通称桜町中納言の娘の桜姫は、 家臣の青町と恋に落ち、家を追い出されてしまう。反対を押し切って、青町と桜姫は結婚し、仲良く暮らしていたという。1191年のある日、青町が病に倒れてしまう。看病にかかわらず病状が回復しなかった。桜姫は、神のお告げで、終わり告知他に万病に効く、恋の水があることを知り、夫のためにこの地に赴いたという。やっとのことで、 恋の水の近くにたどり着き、村人にその場所を聞くと、村人は貴族を嫌っていたため、ここから35里先だとでたらめな答えを言ってしまう。疲労困憊の桜姫はその場で力尽き、亡くなった。ありがとうございます。